ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏、47が24日、自身のツイッターを更新。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、聖火リレーの参加を自粛するランナーに見解を示した。聖火ランナーについては、第一走者を務める予定だったなでしこジャパンのメンバーが参加を見送る方針であることが23日に分かったばかり。ユーザーの聖火ランナーは、誰と高圧接触するんですかねという投稿に、堀江氏は、ほんと謎。聖火ランナーアスリートの自粛アピールでしかない。ほんとクソと返答。連投で、そんなやつ二度と、聖火ランナーやるなって思うわ、とツイートした。